日本ヒキガエルは、両性甲無微目ヒキガエルかヒキガエル族に分類されるカエル。東京都においては、在来種のアズマヒキガエルと移入種の日本ヒキガエルとの間で交雑が進んでおり、種の保存や生物多様性の観点から懸念されている。一方で、都内の本種要請は、周辺各県のオタマジャクシよりも優位に高い生存率を示しており、交雑により、 都市での適応度が上がり個体数維持に成功しているとの見解もある。体色は褐色、高褐色、赤褐色などで、白や黒、褐色の帯模様が入る個体もいる。体側面に赤い反転が入る個体が多く、背にも反転が入る個体もいる。アシュアズマヒキガエルの妖精は、全長3センチメートルで、体色は黒色や濃褐色。四色。六のガマと呼ばれるが、 全詞の指は4本、講詞の指は5本。繁殖期のオスにはメスを包摂する際に、滑り止めとして講詞に、コブができるためそれを6本目の指と勘違いしたと思われる。以前は、ヨーロッパ引き返るの足とされていたが、分割され独立種となった。ヘモグロビンの電気営動法による解析では、両足の解析結果が、流れ引き返るとは、類似するもののヨーロッパ引き返るとは、 系統が異なるると推定されている北海道や東北地方の山岳部古大群は体長6から9センチメートルと小型で、鼓膜が大型なため、エゾヒキガエルやアシュ、ヤマヒキガエル BJ モンタノスとして分割する説もあったが、体長以外に差異がないことからアシュはズマヒキガエルの死の任務とされる。北海道では1912年7月2日に、 北海道町立函館高等女学校で初めて発見された。その後旭川市、室蘭市でも繁殖が確認され、道内各地で次々と捕獲例がある。上記の通り当初は北海道固有足と考えられたが、関東の個体群と同じであるという遺伝子、解析結果から国内外来種であることが明らかとなっている。函館市では現在もなお、 貴重なイゾヒキガエルとして扱っており、外来種としての認識は低い。道内では、本種の天敵となるヤマカガシュが生息しておらず、本種の定着拡大や捕食による昆虫への悪影響が懸念される。低地から山地にある森林やその周辺の草原などに生息し、農耕地、公園、民家の庭などにも広く生息する。本種は都市化の進行にも強い抵抗力を示し、 東京の都心部や湾岸地域でも生息が確認されている。夜行性で昼間は石や倒木の下などで休む。本種を含め引きガエる類は水域依存性の極めて低い両生類である。生態は繁殖の際を除いて水域から離れたまま暮らしており、とりわけ夏季には夜間の雑木林の臨床や庭先等を徘徊している姿がよく見られる。 体表のイボやシワは空気中における皮膚呼吸の表面積を最大化するためと考えられている。また口術のように繁殖に必要とする水域規模もまた相対的に小さくて済むようになっている。植生は動物食で昆虫、ミミズなどを食べる。ブフォトキシンという毒を持つ有毒種であるため天敵は少ないが、 山カがシは本種の毒に耐性があるようで、本種を好んで捕食する。山カがシの頸部から分泌される毒は、本種の毒を貯蓄して利用していることが判明している。また、オオキベリアオゴミムシの幼虫は小さなカエル、オタマジャクシを捕食する習性があるが、本種も捕食した記録がある。繁殖形態は卵生。繁殖期は、地域変異が大きく南部及び低地に分布する。 個体群は早く、北部及び高地に分布する。個体群は遅くなる傾向があり。地上、水溜まり、水田などに長い紐状の卵塊に包まれた1500から14000個の卵を産む。多数個体が一定の水場に数日から1週間の極めて短期間に集まり繁殖する。南部個体群は繁殖期が長期化する傾向があり、例として、 分布の難言である薬島では日本で最も早い9月の産卵例、11月の陽性の発見例、1から3月の繁殖例、3から4月の産卵例がある。繁殖期のオスは動くものに対して放摂しようとし、放摂の際にオスがメスを締め殺してしまうこともある。陽性は1から3ヶ月で変態する。大柄な姿に反して、引き返るの陽性期間は短く、 子ガエルに変態した時の体長はわずか5から8ミリメートルである。これは水の乏しい地域で短期間しか存在しない水たまり、等でも繁殖できるよう進化が進んだためと考えられている。形態や有毒種であることから意味切られる一方で民家の庭などに住み着くこともよくあり、人間の身近で生活する動物とも言える。かつては 本種の皮膚から分泌される油汗をガマの油と、調子で薬用にしたとされるが、実際に外傷に薬として用いられたのは、バーユや植物のガマの方であるとも言われており、実際のところは不明である。2016年現在において、種村製薬から発売されている商品は、その配合も含めて、第二次世界大戦後に作られたものである。ただし、 ガマの油とは別にヒキガエルの自家栓分泌物には薬効があり、それを小麦粉で練ったものはセン素といい、共振や抗炎症などに用いた。アズマヒキガエルについては、北海道で持ち込まれた種が繁殖したため、2017年に指定外来種に指定された。深川種などを中心に駆除が進められているが、2018年には札幌市でも生息が確認されるようになり、 強い繁殖力と皮膚から分泌するアルカロイド系の強い毒から絶望的な状況と考えられている。ありがとうございます。